京薬科入場。こんにちは。私たちは京都の山科よりやってまいりました、京塩ソレフレ京薬科です。本日演舞させていただきますのは2019年度オリジナル演舞指導。テーマはかつての歌人紫式部が書いた世界最古の長編小説源氏物語。映画を極めた光源氏、これは恋多き彼の物語。真の愛とは何なのか、我ら京薬科が見せるひとときをどうぞお楽しみください。精一杯演舞させていただきますので、手拍子足拍子お心拍子のほどよろしくお願いします。京薬科参ります。いずれの御恩と君か、玉のように清らなるおのこみこありけり、さとく賢くを忘れば都にて騒ぎ立てまつる。さりとて天命まではかなうまず。暗雲立ち込め舞い一幕、母との離別が心を枯らす。
習。ありがとうございました。